1965年の T ・ミストラルの運行経路。灰色は、その他の T ・ル・ミストラルは1950年から1982年まで、パリ・ニース間を、リオン・マルセイユ経由で結んでいた、フランス国鉄の昼行列車である。1965年から1981年までは、T の一列車でもあった。フランスを代表する高価列車であったが、 TGV と引き換えに廃止された。ここでは、ルミストラルを保管していた以下の列車についても記述する。各列車とも列車名の定冠し、ルを省略して表記されることもある。なお、ル・ロダニアンは1964年から1971年までと1982年から1986年までは、マルセイユ・ジュネーブ間の列車名として用いられていた。 列車名の由来は以下の通り、パリ・マルセイユ間の鉄道が全通したのは1855年のことであり、さらに、ニースまでは1864年に開通した。1937年までこの区間の鉄道は、パリ・リヨン、地中海鉄道により運営されていた。1929年、国際信頼社会社は、パリとベンティミリアを、リヨン、マルセイユ、 ニース経由で結ぶプルマンコートダジュール急行の運行を始めた。これはテーブル付きの座席を備えたプルマン車による編成である。プルマンコートダジュール急行のプルマン車はコートダジュール型とも呼ばれ、ワゴンギ車が1925年以降ヨーロッパ各地の列車に連結していたプルマン車の中でも最も豪華なものであった。一方、パリリオン。 地中海鉄道は1935年からパリ・マルセイユ間で流線型蒸気機関車を用いた急行列車を運転した。この列車は1938年にフランス国鉄に引き継がれたが第二次世界大戦勃発により運休となった。戦後、1945年冬からフランス国鉄はパリ・マルセイユ間で一等車と二等車のみからなる。 急行列車の運転を再開した。また1946年にはパリリヨン間で途中無停車の起動車による急行列車の運転を始めた。1950年5月14日のダイヤ改正でパリマルセイユ間に1.2等急行列車ルミストラルが登場した。列車番号はマルセイユ行が1、パリ行が2であり、列車番号の上でもフランスを代表する列車と 位置づけられていた。当時は、ラロシシとディジョンの間のみが電化されており、その他の区間は、蒸気機関車牽引であった。1952年には、ミストラルは、マルセイユからニースまで延長された。また同時に、パリリ4間が、電気機関車牽引となった。電化区間は、その後1959年に、アビニョン、1962年にマルセイユまで延長された。 1954年からは、機関車にミストラルの列車名標が取り付けられるようになった。フランス国鉄での列車名標の掲示は1975年で終わるが、ミストラルのみは1977年まで続けられた。1956年夏のダイヤ改正から、西ヨーロッパの鉄道はに等級制に移行し、ミストラルは一等車のみの編成となった。さらに、同年7月、 フランス国鉄はミストラルにステンレス製の新型客車を投入した。これはフランスで初めて全車空調設備を備えたものであった。1950年当時のミストラルの最高速度は時速1 3 0トルであったが、1952年のパリリヨン間電化とともに時速1 4 0トルに引き上げられ、さらに1956年からは、 時速1 5 0トルとなった。なおフランス国鉄は1956年からパリ、リヨン間で時速1 6 0トル運転を行っているが、ミストラルは16両編成と重いため時速1 5 0トルに抑えられた。これに加え遠隔間の延伸などにより所要時間は以下のように短縮された。1964年当時、下り列車は パリディジョン間3 1 5トルで表定時速1 3 2 1トルを記録し、ギネスブックに停車駅間における営業列車の速度としては世界最高と認定されていた。これは東海道新幹線開業前のレコードホルダーであった。西ドイツ国鉄の提案をきっかけに、1965年から国内の優等列車も T に加えられることになり、 同年5月30日のダイヤ改正からミストラルは T となった。同時に非電化のマルセイユニース艦の稽引機関車が蒸気機関車からディーゼル機関車に置き換えられた。1965年冬のダイヤ改正でミストラルのパリリオン艦の最高速度は時速 160km となり、さらに1968年にはリオンマルセイユ艦も最高時速 160km となった。 1971年の T ・ミストラル、リオネ、ロダニアンの運行経路。灰色は、その他の T1969 年2月9日のダイヤ改正からパリ・ニース間の全線が電気機関車検員となり、所要時間は下り学時間08分、上り学時間06分にまで短縮された。またこの時からミストラルに新型車両が投入され、同時に余剰となった。 ミストラル56型客車を利用して、パリリヨン間にもう一往復の T ・ル・リヨネが設定された。翌1970年にはリヨネもミストラル69型客車に置き換えられた。さらに1971年にはパリ・マルセイユ間で T ・ル・ロダニアンが運行を始めた。ロダニアンは土曜日のマルセイユ行と日曜日のパリ行は運転されず、また7月、 8月のバカンス期にも運休となるなどビジネス色の強い列車であった。1972年にはパリニース間の所要時間は下り9時間02分、上り8時間58分となった。リオネとロダニアンの運行開始以降、ミストラルはパリとコートダジュールを結ぶ観光列車としての性格が強くなった。この時期のミストラルには半室がバーで残りの区画に 売店や、秘書室、利用室を備えたバー社が連結されていた。ただし秘書室や、利用室は1970年代後半には営業していないことが多かったようである。編成中に2両ある食堂車では、フルコースのフランス料理が提供された。また、繁忙期には、以前の客車を用いた、臨時列車、第2ミストラルが、定期列車の直後に運転された。 1976年5月26日から、リオネには二等車が連結されるようになり、T ではなくなった。1978年10月1日にはロダニアン。1981年9月27日に TGV がパリリヨン間で営業を開始したのとともに、リオネは廃止され、ミストラルには二等車が連結され、T ではなくなった。 さらに1982年5月23日から TGV がパリ・マルセイユ間の運行を開始した。これと引き換えにミストラルは前日5月22日の運行を最後に廃止され、ロダニアンはマルセイユ・ジュネーブ間に運行区間を変更し、パリ・マルセイユニース間の大来線中高列車は姿を消した。居眠り運転防止のためルミストラルを牽引する電気、機関車の運転室には、 座席がなく、運転手は立ったままであった。また、デッドマン装置が取り付けられ、運転中に無理して、レバーを握る手が緩むと、ブザーが鳴り、さらに放置すると自動で、ブレーキがかかるというものであった。1965年のティンカ後の停車駅は、以下の通り、1956年以前の客車、編集1950年の運行開始当時、ミストラルに主として用いられていたのは、 デブ客車の12等号作りコンパートメント車である。これはフランス国鉄の客車研究部の開発した構成車両で3両または4両がミストラルに連結された。またミストラルにはかつてプルマンコートダジュール急行に用いられていた。国際新大社会社のプルマン車が12等各1両ずつとワゴンギ車の食堂車も連結されていた。 プルマンの二等車は1950年末には連結を打ち切られるが、一等プルマン車とアゴンリの食堂車は1969年2月まで編成に含まれており、その後プルマン車は1969年9月まで、食堂車は1970年1月までリオネに連結されていた。ミストラル56型、編集ミストラル56型は、デブのステンレス客車の位置形式で、 空調設備を備えており、最高速度時速 160km での運転に対応している。6人用個室8室を備えたコンパートメント車とコンパートメント5室に加え、残りのスペースをバーとした車両がある。車体は無塗装であるが、1965年のティーカ後は窓の上に細い赤帯とトランスユーラップエクスプレスの文字が加えられた。 1953年から1956年にかけて製造され、1956年7月から1969年2月までミストラルに使用された後、1970年1月までリオネに使用された。ミストラル69型、編集ミストラル69型、または新ミストラル型は1968年から1970年にかけてフランス国鉄が、 T 向けに製造した客車である。基本的な設計は1964年にパリ・ブリュッセル・アムステルダム系統の T に投入された客車とほぼ同一であるが、台車が新型になっているほか、窓がやや大きいなどの違いがある。1969年2月からミストラルに、また1970年1月からはリオネ、1971年5月からはロダニアンに用いられた。 一等解放座席、荷物、電源車客車の半分に中央通路を挟んで1列プラス2列の開放型座席21席があり、もう半分は荷物室と出力4 3 5ットのディーゼル、発電機を備えた電源室となっている。編成の端に連結される。一等コンパートメント車6人用、個室、端室からなり、定員48人。 一等解放座席車通路を挟んで一列プラスに列の開放型座席46席を備える。食堂車厨房と食事席39席を備える。PBA 系統用の車両では食堂車はなくそれぞれの座席で食事を提供する方式だったが、ミストラルでは乗車時間が比較的長いことから専用の食堂車が設けられた。なおミストラルでも食堂車の両隣の 開放座席車では、座席で食事を取ることもできた。特別バー車車両のほぼ半分が、飲み物や軽食を提供するバーとなっており、もう半分には、ネクタイやスカーフ、本、土産物などを販売するブティック、文書のタイプなどのサービスを行う秘書室、さらに利用室がある。ミストラル専用の客車であり、その後彼氏れしゃぶりを印象付けるものとして知られていた。 一等解放座席、バー車車両の半分がバーであり、もう半分は解放型座席17席となっている。リオネとロダニアンに用いられた。蒸気機関車、編集ミストラルのヘッドマークを付けた 141R 型蒸気機関車1950年の運転開始当時、ミストラルはラロッシュディジョン間を除いて蒸気機関車兼員であった。その後殿下の進展とともに、 蒸気機関車牽引区間は縮小され、1965年にマルセイユニース間がディーゼル機関車に置き換えられたことで、ミストラルの運用から完全に退いた。使用されていた主な機関車は以下の通り、ディーゼル機関車、編集1965年のミストラルの T 以下時点から、非電化のマルセイユニース間は BB67000 系ディーゼル機関車による牽引となった。 同区間の交流電化の進展とともに、牽引区間は縮小され、1969年の電化完了とともに運用から退いた。電気機関車、編集 CC6500 系電気機関車1950年のミストラル運転開始当時、電気機関車が用いられていただったのは、セーヌ川水系とローヌ川水系の分水界を超えるラロッシュディジョン間のみだった。 その後電化区間は拡大し、1969年には全線が電気機関車牽引となった。なおパリ・マルセイユ間は直流電化で、直流電気機関車が使用され、マルセイユ・ニース間は交流電化であり、高直流電気機関車が用いられた。使用された主な機関車は以下の通り、判例、編集、ありがとうございます。